リートベルク美術館の本館はベーゼンドック館にある。リートベルク美術館はスイスのチューリッヒにある美術館でアジア、アフリカ、アメリカおよびオセアニアの美術品を展示している。これはスイスでは唯一ヨーロッパ以外の文化についての美術館でチューリッヒで3番目に大きな美術館になる。私、ま、が運営している美術館としてはこれが最大のものになる。 年平均で11万人ほどの入場者があるが、2007年には15万7千人の来訪者を記録している。リートベルク美術館は、チューリッヒの中心部に17エーカーの敷地があるリーターパークに位置し、いくつかの歴史的建造物から構成されている。19世紀半ばに、米国から移住してきたドイツ人、オットー・ベゼンドンクが建てたベーゼンドンク館、無友館。 リーターパーク層、そしてシェーンベルク館である。2007年にアルフレッド・グラジオーリとアドルフ・クリーシャニッツの設計による新館、エメラルド館という愛称で知られている建物が追加された。これによって美術館の展示スペースは2倍近くになった。リーターパークは鉄道のチューリヒエンゲ駅の近くにあり、トラムの路線7やバスの路線33でも行くことができる。 1940年代前半、チューリッヒ市は、リーターパークとベーゼンドック館を購入した。1949年、エドアルト・フォンデア・ハイト・ダンシャクが1945年に、市に寄贈した美術コレクションを展示する、美術館とするためにこの建物を改築することの是非を問う、住民投票が行われ、計画は多数の支持を得られた。この作業は、 1951年から52年にかけて建築家のアルフレート・グラトマンの指導のもとに行われた。リートベルク美術館は1952年5月24日に開館に至った。1956年まで館長を務めたのはスイスの表現主義の画家、ヨハネス一ンである。1976年には市は取り壊しの危機に瀕していたシェーンベルク館を 獲得、1978年に美術館の別館として開館させた。今日、この館には美術館が管理する貸出付加の関係所の図書館として利用されている。リートベルク美術館は中立市の市長直轄の部門によって運営されている。2007年には100人近い人たちを雇用した。運営資金のほぼ半分は市の出費で。 残りの半分は税金やスポンサー、そして事前団体から収入でまかなわれている。新規の購入資金はほとんどが寄付によるものである。美術館は1952年に開館して間もなく館内に出版社を立ち上げている。当初はアジア、アフリカの美術作品のカタログ、また時に何がしかの美術品の専門的な 解説パンフレットを制作するにとどまっていた。美術館の本格的な出版活動が盛んになるのは1985年からである。それはたまたまその年に美術館が企画したかなり大規模な展示会との関係で始まったもので、以後、毎年4から7冊の本を刊行している。1991年から美術館は、 アジアの美術と題する半年に一冊出るアジアの美術と考古学の専門的な雑誌も出版している。ありがとうございます。